お集まりいただきありがとうございます。ただいまから臨時の知事記者会見を行います。本日の発表事項は新型コロナウイルス感染症について、グリーンゾーン認証制度の新たな取り組みについて、令和4年3月公立高校卒業生の就職決定状況について、本件における桃線交際菌病の多発の収束についての4件となります。それでは4件続けて長崎知事から発表いたします。はい、すみません、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに新型コロナウイルス感染症に関してですが、昨日までの、直近1週間の新規感染者数、895人、前の週と、比較いたしまして34人の増、ほぼ横ばいで推移しており、感染状況は比較的落ち着いた状況であると認識をしております。また最も重要な指標として注視をしてきております病床使用率につきましても、最近では 10% 程度となっており、経済回復を進めるための目安である 50% を大きく下回り続けております。さらに人口10万人あたりの新規感染者数の割合を見ましても、本県は全国で最低水準という状況になっております。大型連休の影響を最小化して乗り切ってからこの方、県民の皆様のお力添えのもと、ここ山梨県では、感染制御が効いた 状態を作り出していると、言ってよいと思います。そこで、次の段階に移行し、日常を取り戻すこと、そして、県内経済のリバイバルに、照準を合わせてまいりたいと考えます。申し上げるまでもなく、重症化リスクの高い、お年寄りや、ワクチンを打てない子どもたちを守るためには、引き続き、基本的な感染防止対策を怠ることはできません。また、今後の状況によりましては、対策の強化、再強化ということも、あり得るわけであります。そのような事態を回避し、今の安定的な状態を長く続け、山梨を、日常の回復という新たなステージに引き上げるべく、対策を再構築することといたしましたので、県民の皆様にご報告を申し上げます。まずはじめに、新型インフルエンザ等、特別措置法に基づきます協力要請についてです。現行の協力要請につきましては、今月末応酬期としております。現在の感染状況は、先ほど申し上げました通り、比較的落ち着いた状況にはありますが、それでも新規感染者の発生状況は、時に一進一退でありまして、直ちに協力要請自体を撤廃できる状況とまでは言えないと考えております。そこで、基本的な感染防止対策の徹底やワクチン接種の推奨などの重要事項は維持した上で、県民の皆様への行動制約は必要最小限にする、この基本方針に立脚いたしまして改定を行い、その期間をお盆や夏休みで人流が活発になる時期を含めました8月31日までといたします。なお、マスクの着用につきましては、国が方針を明示したことを踏まえまして、屋外で身体的距離を確保できる場合には着用の必要はないこと、そして2歳未満のお子様には着用の推奨は行わないことなど、国と歩調を合わせる形でこの際協力要請に盛り込むことといたしました。また学校の部活動中におけるマスクの着用のあり方につきましても、部活動の種類や対応、場面に即してきめ細やかに指針をお示しすることとし、必要最小限度に合理化を図ってまいります。私たちが一貫して重視しておりますのは、生徒の皆さんの健康を守ること、これが何よりも重要なことであると考えております。その上で、学校の先生方、部活動の指導者の、先生方には、部活動を止めないため、繰り返しますが、部活動を止めないため、そして、生徒の皆さんの充実した学校生活を守るためにも、引き続き、現場での感染防止対策にご尽力を賜りますようお願いを申し上げます。
次ま、引き続きまして、病床確保フェーズの見直しについて申し上げます。本件におきましては、今年初めにオミクロン株の急激な感染拡大に対応するため、1月26日以来、121日間にわたり、フェーズ5、フェーズ5で運用をしてまいりました。一方、最近では高齢者施設などでのクラスター発生件数も一時期に比べまして大幅に減少し、入院が必要な方も少なくなってきており、申し上げましたように病床使用率は 10% 程度で推移をしております。従いまして、本日から病床確保フェーズを現行の5から3に切り替え、225床の水準まで引き上げることと、失礼、引き下げることといたします。これによりまして一般診療にしわ寄せが及んでいた状態を解消し、県民の皆様の医療全体の充実につなげてまいります。次にワクチン接種の加速化について申し上げます。新型コロナワクチンの3回接種を終えた方は今月25日現在で対象の74万7千人に対しまして49万9千人、率にして 67% となっております。年代別ではですね、60歳代以上では8割を超えているのに対しまして、20代、30代では4割台と、まさに、接種が進んでいない状態にあります。そこで県では低迷する若年層の接種率を引き上げていくため、6月から7月までの2ヶ月間県内大型ショッピングセンター2カ所に予約不要の大規模接種センターを設置し、合計24回の接種機会を提供いたします。提供するワクチンはファイザー社製ワクチンを予定しております。なお、ノババックス社製のワクチンにつきましては、これは新しいワクチンでもあるため、まずは体制の整いました山梨大学の接種センターで接種を開始し、その後大規模接種センターでの接種を検討してまいります。人の流れが活発化する夏休みシーズンを見据えまして、ぜひまだ打ってない方は一人でも多く皆さんに接種をしていただきたくお願いを申し上げます。これに加えまして、若年層の接種意欲を高めていただくため、3回目のワクチン接種をした方に対し抽選でプレミアム食事券をプレゼントする事業を新たに実施いたします。さらに関係団体を通じまして、若年層の多い大学や企業など職域単位でワクチン接種をしていただけるよう要請するほか、YouTube あるいは SNS などによります広報活動も強化してまいります。これらによりまして、ぜひ多くの方々、より多くの方々に3回目ワクチンの接種をしていただけるようにしていきたいと思います。次に、濃厚接触者の取り扱いに関する見直しにつきまして2点申し上げます。現在流行しておりますオミクロン株は、ご案内の通り感染スピードが速く、感染拡大によりまして、濃厚接触者が急増することで、保健所機能への影響が極めて、大きくなっております。一方で、医療機関や、高齢者施設などには、ひとたび、感染すると重症化してしまうリスクの高い方々が、数多く入院あるいは入所していることから、こうした施設内で感染者が発生した場合におきましては、特に万全の体制を敷いて命と健康を守り抜いていかなければなりません。そこで保健所が行う積極的疫学調査、すなわち濃厚接触者の調査などの行政検査ですが、これらにつきましてはこうした医療機関あるいは高齢者施設などにおいて重点的に行うことといたします。これらの施設で感染者が1人でも発生した場合には保健所が迅速に濃厚接触者を特定し行政検査を行うとともに、当該施設の感染対策に関する指導助言を継続的に行ってまいります。
他方におきまして、一般のご家庭で感染者が発生した場合には、家庭内での感染対策や知人との接触状況などを確認して、濃厚接触者を特定するというこれまでの取り扱いは改めて、今後は原則として同一世帯であることをもって濃厚接触者とし、一般の行政検査は行わないことといたします。2点目はこれに関しまして濃厚接触者の自宅待機期間の短縮についてです。相当の期間自宅待機を余儀なくされる濃厚接触者が増えることで、社会経済活動に加えまして日常生活あるいは学業に与える影響が大変大きくなっております。そこで今後は7日間の自宅待機期間を短縮し、仕事をお持ちの皆様はもとより学生も含めた全ての県民の皆様について4日目5日目の検査で陰性が確認された場合には早期解除する取り扱いといたします。またこの早期解除をするための検査につきましては身近な薬局において無料で受けられる制度を創設し県民の皆様の利便性を確保してまいります。これらはいずれも来月1日からの運用開始を予定しております。本件については以上です。次に、グリーンゾーン認証制度の新たな取り組みについて申し上げます。先ほど申し上げました通り、本件におきましては、最近の感染状況、安定的に推移していることを踏まえまして、次なる段階のステージアップ、日常の回復、経済のリバイバル、この実現を目指してまいりたいと考えております。先ほど、この点に関しまして先ほど、山梨県商工会議所連合会の皆様が、私どものところにお越しになりまして地域経済の回復に向けてグリーンゾーン認証店舗の積極的な利用を促す働きかけをご要望いただいたところであります。こうした切実な声も踏まえましてグリーンゾーン認証制度について新たな取り組みを3点追加いたします。1点目は山梨グリーンパスを利用した認証基準の緩和であります。来月1日からグリーンゾーン認証施設におきまして、ワクチン3回目の接種証明や、検査陰性証明を提示すれば、個室を利用した会食などを、パーテーションを外して、または、時間制限の対策を緩和して緩和することができるという、取り扱いといたします。これによりまして、例えば2時間を超える、カラオケボックスの利用や、離職パーティーなども、可能となります。これは本県の感染者のワクチン接種状況を分析いたしますと3回目接種の方々はそれ以外の皆さんに比べまして感染率が極めて低く抑えられております。そこでこうしたエビデンスに基づきましてワクチン接種の効果に見合う範囲内で基準を緩和することとしたものであります。県民の皆様におかれましてはぜひこのグリーンパスを大いにご活用いただきかつてのように無人会、あるいは、宴会などをですね、大いに、楽しんでいただきたいと、思います。2点目ですが、これはグリーンゾーン認証施設における、入店管理簿の、休止に関しましてお伝えをいたします。変異株に対応いたしました認証店におきましては、これまで、飲食を契機としたクラスターの発生、というものは、見当たらない、発生が、起きておりません。こうした実績を踏まえまして、これまで、認証店に求めてまいりました、利用者を把握するための、入店管理簿の作成、これは、来月1日以降、原則として、不要といたします。これによりまして、事業者と、利用者の双方の負担を、相当程度、減らすことができるのではないかと、考える次第であります。ただし、先ほど申し上げました、グリーンパスを活用する場合の会食、など、これらにつきましては、従来通りの、手続きをお願いを、したいと思います。これ、グリーンゾーンの、認証基準の設定の考え方というものは、同じ場所に同席をしていたとしても、
仮にその同席された方の一人がですね、感染をされた方であったとしても、濃厚接触者にならない、このためのその工夫であります。パーテーションもです、そのための工夫、工夫になっておりますが、まあ、そういう意味ではですね、そのパーテーションを置いた段階で、まあ、置いていさえすればですね、基本的にはその濃厚接触にならないということで、濃厚接触にならないということであればですね、その追跡調査をする必要もなくなる、ということでもありますので、まあ、ここはですね、この名前というものを、名簿の入店管理簿の作成というものは、こういう場合はなしでよかろうと考えております。他方で、先ほど申し上げましたグリーンパスを使って、パーテーションなしで宴会をされる場合には、ここはですね、その飛沫感染の可能性、濃厚接触の可能性というのも場合によっては出てまいりますので、そういう場合にはですね、お店を守り、また利用された方々を守るためにも、しっかりとしたその場合によっては連絡を取らないといけない、こういう必要が出てくる可能性がありますので、この場合にはですね、入店管理簿というものをですね、引き続き、ご協力をいただきたいと思います。ただいずれにいたしましても、今後の感染状況の変化に対しまして、この認証基準につきましては段階的な見直しを臨機応変に検討してまいりたいと考えております。3点目、グリーンゾーンプレミアムの申請受付を開始いたします。本件ではインバウンドの再開に向けまして、安心あるいは信頼の価値を求める外国人観光客の皆さんの需要を取り込んでいくべく、山梨グリーンゾーンプレミアムの準備を進めてまいりました。概要につきましては、すでに3月29日の記者会見において公表しておりますが、この度、準備が整い、本日から申請受付を開始いたします。なお、この認証取得のための機器整備等に対する補助制度を今般新たに用意いたしましたので、宿泊事業者の皆様の積極的なご参加をお願いいたします。この点に関しましては以上です。次に、令和4年3月公立高等学校卒業生の就職状況につきましてご報告申し上げます。本年3月に公立高等学校を卒業した生徒の就職決定率は 98.4% となっており、これは統計の残る平成16年度以降4番目に高い数字となりました。新型コロナウイルス感染症の影響が心配されましたが、学校と家庭が連携し、生徒一人一人へのきめ細かい進路指導が行われたことや、企業さんの方も継続的計画的な採用を行っていただいた結果だと考えております。高校生に対する求人数、求人倍率数ともにコロナ禍前の水準に戻りつつありますが、業種によっては復調しておらず、生徒が希望する職種に就職することが困難な状況もあると聞いております。県といたしましては、山梨県労働局などの関係機関と情報共有を密にするとともに、県経済団体などに対しまして求人確保を要請するなど、今後も高校生の希望する進路実現に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。本件に関しては以上です。最後4点目、百瀬線香細菌病の収束についてです。本日ここに、本件におきます百瀬線香細菌病の多発は収束しましたことを、この場におきまして宣言をいたします。ご案内のとおり、百瀬線香細菌病ですが、令和元年から、県内の桃産地で多発し、収穫量が大幅に減少するなど、甚大な被害を及ぼしました。令和元年度から3年間にわたります、県あるいは市町村、JA と連携した支援と、生産者の皆様のご努力によりまして、本年5月時点で、本病の発生は極めて少なく、多発前の水準、もしくはそれ以下の水準となっております。したがいまして、山梨県におきましては百瀬線香細菌病は収束したと
言って差し支えないと考える次第であります。しかしながら、この病気の病原菌は、桃の園内に常に、常在していることから、今後も強風あるいは大雨、雹などの気象条件によっては再び発生する可能性もあります。このため県におきましては、引き続き注意深く本病の発生をウォッチしていくこととし、また生産者の皆様におかれましても引き続き防除の徹底というものをお願いしたいと思います。本日発表するべきことは以上であります。それではこれより発表事項に関する質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。前別さん。山梨放送の小林と申します。積極的疫学調査についてお答えしたいんですけど、この2つ目の同一世帯もしくは医療機関、高齢者施設等以外に一般の方の濃厚接触者というのは今後どのようにこう調査されていくのかというでしょうか。CDC から、はい、CDC の方からお答えいたします。基本的に、これまでと大きく変化はございません。それ以外の一般の方となると、事業所、一般の事業所のお勤めの方だと思うんですけれども、この一般の事業所にお勤めの方というのは、すでに事業所の方で濃厚接触者の判断をしていただいておりますので、その状況というのは、変わらないものでございます。例えば一緒の場所で、会食をしたとかそういった場合はこれまで通り濃厚接触者とかですか。一緒のテーブルで会食をしたなどの場合はこれまで通りのルールに変わりないと思います。その中で特に高齢者施設とかを重点的にやって、濃厚接触者の定義というものはもうすでに示しております。それを誰が判断するかという問題で、高齢者施設あるいは医療機関に関しましては保健所が、しっかり介入をしてその、基準に合う方をこう、探り出していくと、こういうことをやります。でそれ以外の場合は今申し上げましたように、例えば事業所であればその事業所において、濃厚接触者を判断していただき、その方々に関しましてはご自宅で、検査もあるんですが自宅で待機でしょうね、自宅で待機をして隔離をしていただくという形になるかと思います。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。ゆうきめさん。テレビ山梨の関田と申します。協力要請の関係でお伺いしたいんですけども、知事おっしゃるようにその経済再生に向けて大きく舵を切ったという部分があると思うんですが、先ほど説明の中で、感染状況が落ち着いているということもあったんですけども、もう一方としてその地域経済の今現状とかそういった点を踏まえても、こういう今のこの第6波が長引いている状態の中でこれ以上急いでないようにとか、そういった思いもやっぱりあるんでしょうか。必要性と許容性というのがあると思うんですけども、まさにですね、地域経済の状況、あるいはその県民の皆様の日常生活の状況を踏まえればですね、このその何て言うんですかね、もろもろのこのコロナに関するその行動制約的なお願いというものは、少ない方がいい、こういう状況になっていると思います。そういう意味で、ただですね、明らかにこう熱があるのにこう人が集まるところに行かれるとか、そういう必要最小限の、要は感染防止対策上の、なんていうんでしょう、そのお願いというものを合わせれば、それ以外のものはですね、大幅に緩和しても差し支えない、感染状況だろうと、こういう判断をしている次第です。もう一問ごめんなさい。今回部活動のマスクがですね、前の協力要請、改定前の段階では、原則、着用した状態を維持というふうな表現になったのが、今回必要最小限となるようにというふうになりましたけれども、着用を求めてからその部活動で着用を求めたことによる効果といいますか、その辺についてどのように今申し出ていれば分析されましょうか。クラスターの数は出ますね。CDC。
CDC から、クラスターの状況で申しますと、部活でのマスクの着用の徹底を求めたその時期、そのあたりでは、高校の特に部活動に起因する、クラスターというものが頻発しておりました。その後、ほとんど、このクラスターというのがなくなってきたということがございますので、マスクの、徹底をお願いをした効果というのはあったのではないかというふうに考えております。はい、嬉しいでしょうか。はい、大学クラスター、今話がありましたように、部活動起因のクラスター、一時はそれもそればっかりでしたけれども、これは最近、大いに抑えられてきたということがあるので、これ自体はその、相当程度効果があったんだろうとは思いますが、ただそれも状況を踏まえて必要最小限にとどめようということであります。今般国におきましてもですね、その体育の授業あるいはその部活動におきまして、マスクの指針という、方針というものが出されましたので、そういうものを踏まえて、今後この後ですね、教育委員会からこの後説明があろうかと思いますが、マスクを外す場合はこういうことに気をつけてマスクを外しながらやってくださいと、こういう形でのですね、指針に、それぞれ の, その、競技ごとにですね、細かく、きめ細かくですね、その分けて、マスクを外す場合 の, その留事項というか、そういうものをお示しした、するという形になっているという形になっています。よろしいでしょうか。はい、他産経さん。産業新聞の平尾です。病床のフェーズを、下げたことに関連してですが、コロナの宿泊療養施設のホテルの問題なんですが、ゴールデンウィークでもかなり甲府の方でですね、ホテルが取れないとかっていう、嬉しい悲鳴も出てきたと思うんですが、本当に落ち着いてているならば、ホームケアをですね、拡充することで宿泊療養施設を、普通のホテルに戻してですね、夏の観光シーズンに取り組むようなことっていうのは考えられるんでしょうか。考えられとは思うんですが、まだちょっとその状況を見極めたいと思っています。この宿泊療養施設をですね、設置するのはかなり大変なその作業というかになります。ホテルの経営者の皆さんの方々とのその調整はもちろんのこと、その周辺の住民の皆さんのご理解もいただかないといけないということなので、クローズするのは簡単なんですけれども、ただですね、その再開というか、一旦クローズして廃止した上で、また さらにこう新しく今度必要が応じてですね、その、再設置するというのは極めてその大変になるものですから、まだその状況をもう少し見極めた上で、まだここしばらくはですね、その宿泊療養施設の受け入れ能力というのは引き続き維持をした上で、もう少し状況を見極めてですね、これは縮小していくということは考えていきたいと思います。よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。はい、はい、すみません、今回6月から規制が多少緩和されることになるとは思うんですけど、この一番大きな要因として考えていることは、私はどのようにお考えですか。病床の使用率がですね、安定して低い水準にとどまっている、この点だと思います。わかりました、ありがとうございます。他はいかがでしょうか。どうぞ、続けてどうぞ。すみません、すみません基本的なところで確認したいんですけど、山梨グリーンパスを利用したグリーンゾーン認証基準の緩和ということで、これはグリーンゾーン認証店であれば基本的にその個室であって貸し切りである会食であれば、そのパーテーションとかを解除できたりとか、だいぶこう生活が変わってくると思うんですけど、生活が変わってくるといいますか、飲食の仕方も変わってくるのかなと思います。その辺の期待感といいますか、どのようにここ変わっていけばいいなというふうにお考えですか。そうですね、そもそも会食はやっぱりこう人と人とのこう交流をするために、やるようなものなわけですけれども、それはパーテーションを立てているということ自体がですね、それを妨げるようなものなので、これは多くの皆さんがですね、そのやっぱりなんとなくというか、明確にそのやりづらさというものは感じてたんだろうなと思います。
まあ、ただあの、まあ、それは感染防止対策においてあの必要なもの、なわけですが、まあ、ただあのワクチンを打ってその感染するリスクというのはあの下がった人同士の、集まりであればですね、まあ、こういうものを、取っ払って自由にできると、まあ、かつてのようにですね、その、まあまあ、膝を突き合わせてですね、交流を深めることができるとなればですね、まあ、私としてはあの、まあ、無人会ですとか宴会そういうことだったら やってもいいかと、思っていただけるような方が増えるんじゃないかなと、こう期待していますし、またあの、まあ、これまでこうなんていうんですか、その、あの無人会とかこう親しいお仲間でなかなかこうそういう会がこう途絶えていた、いたがゆえにですね、ちょっとなんとなく元気出ないなと、と思われた方もですね、まあ、あの久しぶりにこう親しい方に会うことで、まあ、それは元気になってですね、あの、まあ、山梨県全体がですね、こう元気になる一助になるんではないかなと、思います。ですね、あの我々としてはですね、ぜひあの3回目のワクチンをしっかり皆さんに打っていただいて、まあ、大いにですね、まあ、これから夏に向けて、まあ、これからに向けてですね、その無人会は、全部復活していただきたいと思いますし、またあのーまあ、宴会ですよね、宴会とかそういうものもですね、まあ、失われたこの2年間分も含めてですね、まあ、取り返すぐらいの勢いで、大いに、楽しんでいただきたいなと思います。そうなるとすみません、ワクチン接種を基本的に3回済まれている方っていうのは今の考え方でいくともう自由にといいますか、ある程度制限なく飲食ができる状況にあるというふうにお考えですかね。私はワクチン3回目接種を終えた人はある程度制限なくもう飲食できる、はい、おっしゃる通りでございます。わかりました、まあ、ただグリーンゾーンの施設の中ではありますけどね。わかりました、ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして臨時の知事記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。あ、いいですか、どうぞ。あ、じゃあすいません、あの時間がちょっとあるようです。あの発表事項以外でもし質問ありましたら大丈夫です。昨日やったばっかりなんですけどね。でこの後の教育委員会ので部活動の皆さんも説明させていただきます。ありがとうございました。